いやー疲れた疲れた疲れた、めっちゃ疲れたわ。よいしょ、カメラ回ってる、マイクあるし言うかな。それではイントロに行きます。And what's up everybody, it's Kenji here. はい、どうもはじめまして、ケンジでございます。今回は四万都市、高知県ですね、高知県四万都市にやってまいりました。それはなぜかっていうと、まあご存知の通り、あの YouTuber でもある、まあ僕の友達でもあるネイチャーフィットネスさん、まあフィットネス YouTuber のネイチャーフィットネスさんの映像を担当させていただきます。まあそうですね、まあ実はその前回のスポルテック、まあネイチャーフィットネスさんを知ってる方は、まあスポルテックっていうイベントが去年のいつでしたっけな、9月、去年の9月ぐらいに、9月10月ぐらいにあって、まあ、その時に1回お会いして、それからなんかちょっといろいろ面白いなっていう話になって、まあ 一緒に映像を作っていこうかっていう話になったんで、はい、来ましたここに。めっちゃ田舎っす、もうめっちゃ田舎っす。都会の方に住んでるんですけど、神奈川県に住んでおりまして、まあ、こっちに来てさ、いろいろすごい長い道のりで来たんですけど、まあ、飛行機でこっちまで飛んで、そこからまたバスで移動して、そして電車で移動してって、結構遠かったです。ここほんと結構遠いんですけど、まあでもあの自然がすごい豊かで、まあいろいろあるんですけど、もう本当にもうこれから、まあ、4月までここにいて、そのネイチャーさんと一緒に、まあ、映像制作をする形なんですけども、四万都市に行きます。もしよければ遊びに来てください。泊まるところはないけどいやでもね、本当にやることはいっぱいあるんですけど、海も綺麗だし山も綺麗だし、撮影スポットいっぱいあるんですけど、まあぜひ遊びに来てください。撮影会とかいっぱいやりましょう。ってことで今回の動画は以上になります。まあ移動報告、まあこっちに来た報告の動画を出したいなと思って、荷物とかもね、いろいろ整理とかこれからしていこうと思うんですけど、マイクスタンドも届いてないし、まあいろいろね、その環境を整え次第また動画を出していきたいと思います。それでは I'll see you in the next video guys. Maybe 次いつかな、まあ今週にまた動画出します。 I'll see you in the next video guys. Signing out. これでいいのかな、全然ちょっと俺にもわかんないけど、まあでも今照明ね、照明ちょっと軽くやったぐらいなんで。